おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回ご紹介するものなんですが、これはね、なかなかすごいですよ。なんと新しいミニ系のハードが出ました。それがこちらです。ビスコミニアーケードバートップ。見てください、この箱の大きさ。どこがミニやねんっていう感じがしますけど、ビスコというメーカーね、知る人ぞ知るという感じなので、知らない人もいるかもしれませんが、ファミコンだとダッシュ野郎ですとか、あとウエスタンキッズを発売したメーカーですね。まあ、どちらかといえばアーケード作品で人気作品が多いメーカーかなという感じがします。まあ、そのね、ビスコの代表作12タイトルが収録されているこのビスコミニアーケードバートップなんですが、まあ、今回は開封と、あとね、その筐体の紹介、そして12タイトルを順番に皆さんに見ていただこうと思いますんで、よかったらご覧ください。それでは開封からいきましょう。スタート。それではね、最初は箱の開封なんですが、もうでかすぎますね、この箱。もう画面いっぱいになって、私の姿がほとんど隠れてしまってる。ではこのカッターナイフで綺麗にテープをカットしていきます。これでテープのカットは終わったので、中から筐体を取り出します。あ、重った。重い、すっごい重い。本当にこれミニハードか。さあ、これがね、段ボールから出した状態の、まあ、この外箱ですね。ここがまあ表の表紙になってますけど、なかなか立派な箱じゃないですか。もう大きいね、やっぱり。テープは貼り付けてないので、もうあとはね、テープのカットする必要なく簡単に取り出せると思います。箱の上を開けると、ここにコントローラーと、あとアダプターが入ってますね。そしてその下に筐体が入っています。さあ、中から取り出しました。まだビニールに入ってますけど、いや、大きいですよ、本当に。何度も言いますけど、ミニじゃないって、これ全然普通の筐体だって。これがビスコミニの筐体ですね。分かりやすいように横にね、イーグレット2ミニと、あとアストロシティミニを並べてみたんですけども、全く大きさが違いますね。比較にならないっていう。もっと分かりやすいので言うと、 MVSX と並べた方が分かりやすいのかな。ちょっとそれもやってみましょうか。これが MVSX とビスコミニを並べた状態です。まあ、ビスコミニがね、ちょっとだけ前に来てるので、少しだけ大きさの感覚は違うかもしれませんが、まあ、目安にはなるんじゃないかと思います。まあ、MVSX はやっぱり大きいですね。こうやって見るともうまんま駄菓子屋筐体という感じですが、ビスコミニはね、また後でゆっくり紹介しますけども、ちゃんとね、テレビにつないで遊ぶこともできるんですよ。それではね、こちらのビスコミニの電源を入れたいと思います。ちなみに AC アダプターは普通に日本のコンセントでも使えるような形になっています。これはまあまあありがたいですね。時々ね、ちょっと形が違うものとかあるみたいなんですが、これは問題なさそうです。差し込み口はこちらかな。ではここにちゃんと AC アダプターを差し込んで、電源はここですね。それでは電源を入れます。さあ、電源が入りました。今ちょっとね、カメラ越しに見てるんで若干見にくいところはあるんですけど、ただね、ディスプレイめちゃくちゃ大きいですよ。テレビ出力はしなくても大丈夫なんじゃないかと思います。一応コントローラーもちゃんとついてるんですけど、まずはこの状態で少し遊んでみましょうか。収録されているのはこちら、ブレイカーズリベンジ、そしてバングビード、ゴールゴールゴール、武蔵巌流記、そしてアンドロデュノス、バンバンバスターズ、ネオドリフトアウト、ガルメデス、アースジョーカー、メイズオブフロット、アスカ&アスカ、キャプテントマディ、この12作品ですね。
そしてこの上のこのここギアのマークに合わせてボタンを押すと、さあこれ言語設定ができたり、あとディスプレイの設定も3種類あります。あとゲームの音量も変更することができるようですね。さあ付属のコントローラーも接続してみましたが、まあ、当然といえば当然ですが、こちらも問題なく動きますね。これね、何がありがたいかって、普通のミニ系ハードだとこの筐体でプレイするときにかなり窮屈な状態で遊ばないといけないんですよね。だから、まあ、コントローラーを2つ用意しないといけないんですけど、このビスコミニだと1個のコントローラーで十分なんですよ。もう1人はね、この状態で普通にゲームセンターと同じ感覚でプレイできますから、まあ、それがねこのビスコミニのいいとこなんじゃないかなと思います。ということで、まあ、ここからはねテレビ出力をして皆様にソフトの紹介をしたいと思います。もちろん出力は HDMI 出力なので、まあ、皆さんのね家庭用のテレビで普通に遊べるんじゃないかと思います。それではブレイカーズリベンジから順番にご覧ください。どうぞ。さあそれではねブレイカーズリベンジをプレイしたいと思うんですが、実はねこのまんま起動させてしまうとこんな感じでフルスクリーンになってしまうんですよ。中にはこの画面の方が迫力があって好きという人もいるかもしれませんが、大半の人はねこの画面だと違和感を感じると思うので、本体についてるオプションボタンを押します。そうするとね画面が切り替わってこんな感じのメニュー画面が開きます。実はこのビスコミニ、セーブ&ロード機能や画面サイズの変更が可能となってます。まあミニ系ハードではこれはないと困りますけどね。なのでここで画面表示を全画面から4対3に変更します。これで違和感なくプレイできますね。では1本目ブレイカーズリベンジをプレイしたいと思います。まあこの作品は今回収録されたタイトルの中では比較的有名なので割と知ってる人も多いかもしれませんね。ネオジオ用ソフトブレイカーズの続編ですが、実質はバージョンアップ版といった感じの作品となっています。ちなみにその追加要素なんですが、新キャラクターのヒエサイゾーが追加され、ボスキャラクターのホアンパイフーが隠しコマンドで使用可能となりました。あとはコンボの修正やゲームバランスも調整されたみたいです。ちなみにこのゲームが出たのが1998年なんで、もうまさに格ゲー全盛期ですよ。同じ年に出たゲームがストリートファイター03やキングオブファイターズ98、あとジョジョの奇妙な冒険ですから、もうかなりの激戦区ですよね。まあ、そういった意味であんまり目立たない存在だったかなという気はします。ちなみにプレイしてる感じとしては遅延も特に感じませんし、技も比較的出しやすいと思いました。ただこのゲームコンピューターがやたら強いので、私のように格ゲーが苦手な人にはちょっと難しいかもしれません。2本目はこちらバングビードをプレイしたいと思います。このゲームは全く知らなかったんですが、ここだけ見るとなんか格ゲーっぽいですね。あ、このキャラクターって子供がいたんだ。本編はサイドビューの視点となってるようです。それではね早速やっていきましょう。なるほど、こうやってボールを打ち返して相手の後ろにあるあの黄色の星、あれをどんどん削っていくわけだ。で、全て削ると縦線のあのバリア、あれがなくなって相手のゴールと言えばいいのかな、にシュートできると、まあ、そんな感じのルールみたいです。どうやらねボールを打ち返してると下のゲージがどんどん溜まっていくので、最大まで溜まった状態で C ボタンを押すと強力なショットが打てるみたいです。どことなくネオジオのフライングパワーディスクに似てるなっていう感じがしますね。他にも必殺シュートがあるみたいなんですが、これどうやって出したらいいんだろう。攻略サイトが全然ないので全くわからない。あ、今
敵が使ってきましたね。こっちも使いたいんだけどな。まあでもなかなかね、シンプルなルールで楽しいですね、このゲーム。それではこちら、ゴールゴールゴールをプレイしたいと思います。このゲームはタイトルからも分かる通りサッカーゲームですね。では今流行りのアルゼンチンを使いたいと思います。さあ試合が始まりました。相手はコロンビア。画面はサイドビュー視点のようですね。なるほど、プレイしてる感覚としては SNK の得点王とか台頭のハットトリックヒーローに近い感じがします。あとこのゲーム、シュートボタンを長押しするとゲージが溜まって威力が上がるというウィーレと同じシステムとなってるんですよ。さあ第2試合の相手はスペインですね。コロンビアとは比較にならないぐらい強い。あと敵も味方もね、パスがつながりやすいなと思いました。あ、ここでシュートを決められた。非常に綺麗なオーバーヘッド。この時代だとバティストゥータとかオルテガとかベロンが活躍した時代かな。比較的点も決めやすくて面白いなと思いましたが、選手一人一人が誰か分かればもっと良かったんですけどね。ここで同点ゴール、決めたのはバティストゥータだと勝手に思ってます。それではこちら、武蔵巌流記をプレイしたいと思います。キャラクターは武蔵とツバメ、この2人から選べるみたいですが、今回は武蔵を選びましょう。さあゲームが始まりました。画面を見る限りどうやらオーソドックスなタイプのステージクリア型横スクロールアクションゲームのようですね。この場面を見てるとアクトレイザーを思い出すのは私だけかな。グラフィックはかなり綺麗だと思います。あと主人公のアクションが非常に多彩だったり、スライディングが可能なところはストライダー飛竜やロックマンに影響を受けたような感じがします。さあようやくステージ1のボスまでやってきました。最初のボスは女性型の巨大なカラクリメカですね。時代設定はおそらく江戸時代とかそのあたりだと思うんですが、リアルな世界観ではなく多少デフォルメされた世界観となってるみたいです。続いてステージ2ですね。難易度は高いですが、横スクロールアクション好きならかなり楽しめるゲームだと思います。プレイステーションやセガサターンに移植していればもっと有名になってた気がするので、そのあたりが少しもったいない気がしました。ではこちら、アンドロディノスをプレイしたいと思います。こういう時期の発信するデモシーンはテンションが上がりますよね。この作品も今回収録された12作品の中では割と有名なので、知ってる人も多いんじゃないかな。ネオジオで発売したステージクリア型の横スクロールシューティングです。ステージ数は全7面構成で、アイテムを取ると武器の種類が増えていくみたいです。ちなみに武器はゲーム中好きなものに自由に切り替えが可能なので、パッと思いつくところだとサイドアームに近い感じがしました。グラフィックはそこそこ綺麗だとは思いますが、アーケード作品ということを考えると少し物足りない気はします。PC エンジンのグラフィックが綺麗なゲームという感じかな。むしろ印象に残ったのは BGM で、めちゃくちゃかっこいいと思いました。個人的にはかなり好みです。この作品に関してはタイトルは聞いたことあるもののやったことがなかったので、今回収録されててすごく良かったです。実は続編も発売してるんですが、そちらは Nintendo Switch で購入しましたよ。それではこちら、バンバンバスターズをプレイしたいと思います。このゲームはコロンバスサークルさんから2年ぐらい前に発売したという情報以外は全く知らないゲームでした。今回初プレイなので、どんなゲームかじっくり確認しながら楽しんでいきたいと思います。それでは最初のステージです。
どうやらバブルボブルやドンドコドンのような画面固定型のアクションゲームのようですね。画面上の敵を全て倒せばステージクリアとなるので、そのあたりもよく似てると思います。攻撃方法がボタンを押すとこのブーメランのようなビームを出すので、そのビームを当てて風船のように膨らんだ敵を持ち上げて直接敵にぶつけるか、何発かビームを当て続けて倒すかのどっちかのようです。さあボスまでやってきました。ステージが進むとボスがいてるというところもちょっとどんどこどんに似てるような気がします。いや、なかなか面白いゲームなのに、なんでこんなに印象がないのかなと思ったら、どうやらアーケードで稼働予定でしたがお蔵入りになった幻の作品だったみたいですね。それではこちらネオドリフトアウトをプレイしたいと思います。このゲームも当時プレイした記憶は全くありませんが、どうやら見下ろし型視点のレースゲームで、規定の時間内にゴールをすれば次のステージに進めるステージクリア型の作品のようです。操作方法がいわゆるラジコン操作なので、ディスクシステムで発売した任天堂の F1 レースと操作感は近いような気がします。ただスピード感が全然違うので、こちらの方が相当慣れが必要かなと思いました。さあ続いてステージ2です。先ほどまでは市街地で道路を走ってましたが、このコースはラリーコースとなっています。グラフィックがかなり綺麗で見てるだけでも楽しいですね。最近はレースゲーム自体あまり発売されなくなりましたが、時々発売されても 3D のレースゲームばかりなので、こういったレトロ感あふれる見下ろし型視点のレースゲームは遊んでて楽しいですね。まあこのゲームも相変わらず難易度は高いんですが。では続いてこちらガルメデスをプレイしたいと思います。こちらも比較的知る人ぞ知る作品という感じですが、独裁者ギルティの侵略から惑星カイロスを守るために最新鋭戦闘機コルネスで戦うというストーリーの縦スクロールシューティングです。ステージ数が全4面構成と比較的短いんですが、ただクリアするまで約30分ほどかかるので、1ステージが一般的なシューティングと比べて長めとなっているのが特徴のようです。そこはコンパイルのシューティングに近いような気もします。グラフィックに関しては90年代前半のゲームということを考えるとなかなか綺麗だとは思います。難易度は相当高いなとは思いましたが、コンティニューがその場復活なので先に進むのは簡単となっています。まあもちろんそれをしたところで達成感があるわけではないんですが。さあステージ2の中間ポイントまで来ました。ここのグラフィックはすごく綺麗ですね。 PC エンジンかメガドライブに移植されてそうなゲームですが、どうやらそれもないようなので、もしかしたら貴重な作品が収録されたのかもしれません。続いてプレイするのはこちらアースジョーカーです。こちらもガルメデスと同じく縦スクロールシューティングですが、発売したのはガルメデスよりも1年ほど後のようです。シューティング好きの方にはなかなか評判がいいみたいですが、ただ一般的にはこちらもマイナー作品になるとは思いますね。攻撃方法の違う4人のキャラクターの中から1人を選び、全6ステージクリアを目指す縦スクロールシューティングです。ショットとボムの2ボタン制で2人同時プレイも可能となってるんですよ。私の大好きなシューティングの市街地ステージです。グラフィックや BGM のクオリティはなかなか高いと思いますね。っていうかビスコのゲームって BGM がいいなと思うのがなかなか多いような気がするんですよ。私だけかな。
難易度に関してもそれなりに高いんですが、ガルメデスと比べるとまだ遊びやすいなと思いました。おそらく最初のキャラクターの選択だったりシステムを理解すればもう少し安定して先の方のステージまで行けるような気がします。それではこちら、メイズオブフロットをプレイしたいと思います。このゲームは詳しい方なら対等のゲームだと思うかもしれませんが、実は発売は対等なんですが開発はビスコなんですよ。まあ私の記憶違いだったら申し訳ないんですが、おそらく対等メモリーズにもイーグレット2ミニにも収録されてなかったと思います。ちなみにゲームは一見するとレースゲームのように見えますが、どちらかといえば車を使ったアクションゲームという感じです。各ステージのミッションを達成すれば次のステージに進めるという内容で、このステージは鍵を2つ集めて出口に行けばステージクリアとなります。さあ鍵が2つ揃ったので出口に向かいましょう。画面の右上に出口の場所がちゃんと表示されるのが親切でありがたいです。ではこのまま矢印の方向に向かって、これでステージ1クリア。正直最初はルールがよくわからなくて戸惑いましたが、ルールがわかるとすごく面白いゲームだなと思いましたね。ただ対等のゲームということを考えると、今後イーグレット2ミニやアーケードアーカイブスで発売する可能性ももしかしたらあるかもしれません。続いてはこちら、アスカ&アスカをプレイしたいと思います。タイトルを聞いた時、チャゲ&アスカじゃなくてアスカ&アスカなんだと思う人は絶対いると思いますが、ゲームの内容は全4面で構成された2人同時プレイが可能の割とオーソドックスな縦スクロールシューティングです。ショットとボムの2ボタン制で、特徴的なのが時期の動きに合わせて横の方向にもスクロールするんですよ。縦スクロールシューティングで左右にスクロールするゲームは比較的珍しいですよね。まあそういった作品もなくはないですが、数えるほどしかないんじゃないかな。難易度に関しては全体的に高めで、ゲームバランスやグラフィックもそんなに良くはないかなと思います。実際このゲームの評判をネットで調べてみると、やはりあまり高くはないようですね。私自身はこのゲームをゲームセンターで遊んだことはないんですが、ただ対等メモリーズ2の上巻に収録されていたので、そちらで初めてプレイしました。なのでもし興味がある方はそちらの方で遊んでみるのもいいかもしれません。では12本目、最後にプレイするのはこちら、キャプテントマディ。宇宙からの侵略者ナス星人を撃退するため、トマト人間トマディが戦うというストーリーの縦スクロールシューティングなんですが、ネオジオや MVS 筐体で稼働していたみたいです。ただ私このゲームに関しては全く記憶にないですね。使用するボタンは3つで、右パンチ、左パンチ、そして時期が分裂しているときは C ボタンでフォーメーションチェンジができるようになっております。そして特徴的なのが、一定のポイントまで来るとスクロールが停止して画面固定型のシューティングになるんですよ。今回このゲーム初めてプレイしましたが、1999年の作品ということでグラフィックはかなり綺麗だと思います。ただ同時期に人気があった警部や最強のシューティングと比べると非常に地味で、あまり爽快感はなかったですね。さあということでございまして、今回のこのビスコミニの開封&ソフト紹介いかがでしたでしょうか。個人的にはアクションやシューティングがたくさん収録されているので良かったんですが、お値段が高いのであまりおすすめはしにくいかもしれません。まあ操作遅延などが気になる方もいるかもしれませんが、そこはねあまり感じなかったですね。まあ興味がある方はね、よかったら購入してみてください。ここまで私バッケンがお送りいたしました。ではではバイバーイ。